マコナコです。ドラクエ10、10周年ということで、新たなイベントが追加されたそうなので、早速やっていきたいと思います。まあ、その前に、だいたいプレイ時間、メインのキャラクターだけで4000時間、この他、サブアカウントなどもやってましたので、結構な時間を使っている。この井戸の中、グレン城のところ、そこに入ると何かあるそうなので、オリジナルのイベント、会話などもね、ムービーで流れるそうなんで、見ていきましょう。まあ、その際には、ムービー中は会話中喋らずにやってきますのでご了承ください。さて、このキャラクター。人働き。3回に分かれてやるんだけど、まあ、2話目以降は再生リストからご覧いただけたらと。水前湿原にある水の塔が最上階。うん。魔物討伐。褒美を使わす。比較的簡単さだね。目覚めし5つの鍵。では移動だけやっておきたいと思います。では間もなく到着なのですが、この橋の上の鎧の騎士だけかな、名前。あれも懐かしいね。百体討伐とかで、あそこで戦ったようなね、記憶もあるけどね。ようやく到着。では、早速行きましょうか。ここ、プスゴンか何かだと思うけど、どうなんだろう、声出るのかな。特に出てこないね。闇のプスゴン。何かに乗り移った、何かに乗り移られたかのような。これどうなんだろう、難易度的なものは。まだわかんないけど。攻撃してくれれば、良さのほどがわかる。まあそこまでの威力はないので、さすがにね、10周年記念イベントですごく難しくて、新規の人が遊べないとかね、そういうことはないようにしてると思うので、ある程度サポート仲間レベル高い人がいるんであればクリアできるような難易度になってるような気がする。とはいえ時間かかりそうだね。10年間時間使ってきたんだから、これぐらい勝てるだろうと言わんばかりの強さになっている。今回、僧侶じゃなくて、賢者で来てるから、あそこら辺で不安だったけど、多分、問題なくやってきると思うけど。うん、プスゴも懐かしいね。喋るんじゃないかなと思うけどね。なんかイベント中はメッセージ頼るみたいな話もあるので、ウスゴンもこの後イベントが起こって喋るんじゃないかと。うん、なんかやってんね。見てなかったけど、まあそれにしても10年間長かったね。まあ悪くはないんだけど、よくやったなって感じがする。途中やらない時期もあったので、自分の場合は。バージョン 3.2 から、どれぐらいだっけかな？まあ 3.5 の最後の方のあたり。それまでやってないんでね。で、バージョン4出る直前で、またやり出したかのような感じなので。まあ1に関しては、1からは発売日の2日後ぐらいからね、やり始めて。ちょうど任天堂のオフィシャルサイトでインタビュー記事が載っていて、サポート仲間の話があって、パーティー組まなくても遊べるような話があったので、まあ、そこら辺期待して、まあ、実際、ほとんどもうパーティー組まずにソロで遊んでる、ニアカーで遊んでるかのような状況。それをずっと続けてる。Wii の時はコントローラーの形状がすごいボタンを押しやすい形状だったので、4アカーでやってて問題なくプレイできたんだけども、今となっては、ニアカーでもすごい苦労するかのような。こいつは渡さねえぞ。俺が見つけた大事なお宝だ。
けは命に代えても渡すもんか。ギッタギタのめちゃくちゃにしてやる。なんてことだ。ラブリーだ。ただ愛らしいだけじゃない。キリッとした凛々しい瞳、頬ずりしたくなるようなボディの質感。こんな気持ちはあの時以来だ。俺といてくれ。俺とずっとずっと一緒に暮らそう。うふふ、その子を許してくれるならずっと一緒にいてあげるわよ。けどマイスイートハート、こいつは俺の大切なお宝を奪おうとして。そのお宝って私より大事なものなの？ああ、くっ。あれ、俺一体何をしてたんだ？確か水前湿原の泥の中からあのお宝を見つけて、そこまでは覚えてるんだけど。よかった、いい子のプスゴンちゃんに戻ったのね。マイスイートハート、あんたの前なら俺はいつだっていい子に決まってるさ。いい子のプスゴンちゃんとデートしたいわ。一緒にお外へお出かけしましょう。もちろん、どこへなりと付き合うとも。マイスイートハート。待て待て。捕まえてごらんなさい。にゃー。あのぬいぐるみを持っていけという死の予言は、こういうことだったのか。時には戦うばかりが解決方法じゃないってことさ。ところで、どうして君がプスゴンと戦っていたんだ？トンブレロに頼まれた。どうもうさんくさい話だな。おっと、説明が遅れたな。この鍵の形をした勲章は闇のキーエンブレムというものだ。闇のキーエンブレムが恐るべき邪悪な力を秘めているってことは、今君がその目で見た通りさ。プスゴンからこれを奪い返したことは、そのルンルンとやらには伏せておいてくれ。封印されし闇のキーエンブレムがやがて目覚めるだろうという予言、信じたくはなかったけど真実のようだね。私は急いで他の封印を確かめてこなきゃならない。こいつは君に預けておくよ。君はそれを持って大地の箱舟に乗れ。そして君のよく知る賢者に闇のキーエンブレムの出現を伝えてくれ。それじゃあ。
ということで、怪しげな、なんだかアンルシアをイメージさせるかのようなね、感じだったけど、プスゴンのあの、ついてったあの人形の声、アンルシアと同じかな？なんかそんな感じもしないでもないしね。実際どうかわかんないけど。まあ、いずれにしろ移動だけやっときましょうか。あと、プスゴンに関しては女性かなと思ってたけど、男性の声だったね。声に関しては。性別とか多分ないんだろうけど。では移動しましょうか。箱舟に乗れだから多分電車に乗ればいいと思うので。では乗りましょうか、久しぶりに。うん、ガードランドに行きましょう。多分どこに行ってもいいと思う。乗るということはフォローということだと思うけど。お腹すくね、多分ね。駅弁。見つけたぞ。せいぜい仮初めの平和を楽しむがいい。ずいぶんうなされていたの。腹が減っているときに大地の箱舟に乗ると悪い夢を見るものじゃ。よかったらこのイカ焼きを食べるといい。腹が減っているのではないのか？では一体何があったのじゃ。ぬいぐるみを自在に操る力を持ち、お主がわしら賢者と親しいと知っている男か。はあ、英知の冠の誰かが新たに弟子を取ったとも聞いておらんが、一体何者なのじゃ。ともあれ、その若者は敵ではなさそうじゃ。気になるのは、プスオン討伐を命じたトンブレロの方じゃな。何故闇のキーエンブレムとやらを魔物が集めておるのか。世にキーエンブレムは10個だけのはず。しかも闇とは、サムシングデンジャーな香りがするの。よし、その闇のキーエンブレムとやらは一旦わしが預かろう。他の賢者たちにも協力を仰ぎ、この闇のキーエンブレムについて詳しく調べてみよう。次はガートラント城、ガートラント城。お降りの際には開くドアにご注意ください。おお、着いたようじゃな。では後ほどわしの隠れ家で落ち合おうぞ。いかん、お主にわしの隠れ家の場所を教えていなかったではないか。放浪の賢者放浪の隠れ家は港町レンドア駅1階の階段の下じゃ。普段は魔法で扉を隠しておるが、お主には見えるようにしておこう。それではここで失礼させてもらおう。これ今ガードランドに行くっていう選択肢したからああいう案内出たと思うけど、他の場所も全部音声読み上げあるのかな？なんかすごく手間をね、かかるようなことをやってるなって気するけど。まあ、いずれにしろ、いいとこ住んでるね。レンドアの駅の下という一等地に。では移動しましょうか。
うん、ホーローは確か以前から声はあったと思うけど、まあそれぐらいか。今他に何か声出した人がいたように記憶したけど、もう忘れたな。あ、そうだ、ネルゲルだ。ネルゲルは多分他のスマホのゲームとかでは先に声が出てたんじゃないかなと思うけど、この本編だとどうなんだろう。今回初かな。あの人は今どこにいるのかみたいなところありますけどね。何か仕事ベッドやってるんだろうけど、まあドラクエから離れてそれでも他でちゃんと仕事できるっていうのはすごいことだけどね。それだけの人じゃなかったみたいなところが出てくるから、うん、入りましょう。これも会話があるのかな。特になかったね。そしてどうなんだろう、駅弁の箱とかが集まってるとかそういうことはないのか。うん、どこにいる、こっち側か。一応なんか科学者というか賢者らしい、なんか研究してるかのようなねものもあるけど。古文書をひっくり返した。もともと荒れてたような感じもしないでもないけど、500年前あるものを封印した。それは5つの闇のキーエンブレム。これ今回のイベントで全部集め終えるのかな。まあ、少なくとも過去の戦ったところ全部行くとか、それはありそうだね。グレン城下町に行ってトンブレロに会ってみてくれ。狙いを聞き出す。なるほどね。ちょっと見ておきましょうか。なんかすごい宝箱とかないのかな。あ、宝箱あるね、並んでるね。さて10周年何入ってるか、嬉しい微妙すぎやしないか、これ本当に10周年なの。霜降りミートは食べ物関連で考えれば納得するけど、これ寝られるのかな。寝られないか。他なんか面白げな、うん、この電車絡み、これはなんとなくわかるね。絵もそうだし、この置物もそうだし。ああ、豚、なんかこれ昔あったね、これ。変更入ってんの。おっと、この辺りは、ああ、アバばあさんだけか、アバだと思うけど。ちょっと待って、シーとかもいるんだけど、これなんで、ホーロどういう感じで絡んでんだろう。多分右側は、ホーローだと思うんで。うん、真意がちょっと気になるね。まあ、村にいたから写真撮ったみたいなところもあるんだろうけど。他は？こっち側は特段何も。うん、なんか変な形のパンがあるんだけど、多分パンだと思うけど。腹減るね、やっぱりこういうの見ちゃうと。さっきの駅弁もそうだったけど。うん、駅弁様々。しかも、大丈夫これ、開けたままで。衛生管理が怪しいんだけど、ホーロー。では、移動だけやっていきたいと思います。さて、戻ってきて会話。うん。あるものに頼まれて集めている。なんか、帽子の見た目からするとネルゲルっぽいよね。そのあるものというのはね。次は上な。うん、猫のところ行きましょうか。やっぱり全部回らせるかのような。全部じゃないか、10個あるもんね、場所がね。序盤の5個を回らせるかのような。あ、何、あの巣のところにはいないのかな。とりあえず猫島行きましょうになってるので移動やってきます。さて、猫島ワープで直接来れたので、キョネコの巣行きましょう。キャットなんとかがいたはず。名前忘れた。やっとリベリオだっけか？どうだ？違うわ、キャットマンマーだ。うん。まずこれで聞いた後に。おっと、ミアルジも。親分、うん、キャットリベリオ。
いなくなってしまった。この場所では戦わないってことか。黒いバッジを手にして急に怒りっぽくなった。そしていなくなった。ホルット地方にある猫窓から浜辺の洞窟。なるほどね、浜辺の洞窟。行きましょうか。あ、こうやって懐かしい面々をこの10周年出してくるということが一つの目的でもあるんだろうね。だが全部バージョン1の話になってしまうと思うので、まあ、そのあたりどう考えるかでね。当然10年間はバージョン2も3も4もあるのでね。特にアンルシアとかそのあたりが絡んでくるかどうか。どうなんだろうな、あの少年みたいなのがちょっとアンルシアに絡むかのような人だと思うけど。では移動だけやってきます。では目的の場所到着。早速入りましょう。するにゃー、よっしゃでおったまげたかい。今度はそっちの番だぜ。ぬぬん。ちっ、見かけ倒しかよ、このすっとこどっこい。まあいい、これであのお人に近づけたはずだ。ほっ。こいつはいただいとくぜ。うん？はあ、誰だてめえ。危険なもんだからこいつを渡せって？へっ、とんだ命知らずがいたもんだ。いいぜ、あたしに勝てたらくれてやる。どっからでもかかってきやが。くそ、腹ペコで力が出ねえや。悪いな、飯食ってから仕切り直しだ。私の名はケイト。こいつが欲しきゃ私を倒しな。次に会ったら相手をしてやる。あーばゆ。やふにゃにゃ、いててて、体中が痛いにゃ。ん？このゆで卵みたいな若造は誰なのにゃ。貴様の知り合いかにゃ。え、なんだよそれ。まさか君、僕が誰か分かってなかったのか。久しぶりだね。いや、さっき水の塔で会ったばかりか。
僕は500年前のハジャブネ氏エルジュ。君と出会った時の僕は10歳だったから、まあ気づかなくても無理はないか。ずいぶん背が伸びただろ。つまりこのエルジュってのは貴様の昔からの連れなのかね。ああ、大切な友人のために僕は時を超えこの時代にやってきた。再び世界を冥王ネルゲルから守るために。5つの闇のキーエンブレムは冥王ネルゲルの力の源。魔の者の手に渡れば奴が復活してしまう。けどヴェナ諸島の闇のキーエンブレムも君が手に入れてくれたんだろ。なんだって、妙な女が闇のキーエンブレムを奪った。僕はそのケイトという女を追ってみる。その後で君が大地の箱舟であった現代の賢者の下で落ち合おう。俺が持っていた黒いバッジは川釣りをしてた時に偶然釣り上げたものなのに。手にした途端頭がボーっとして、何もかもめちゃくちゃにしちまいたいって、そんな気持ちに取りつかれちまって。だからみんなに迷惑をかけにゃいように、めったに人の近づかないこの場所に隠れてたのにゃ。心の友よ、長年裏街道を歩いてきた俺だからこそわかる。あの黒いバッジは相当ヤバいものにゃ。ねえ、あんにゃものはこの世の中にあっちゃいけにゃい。エルジュと一緒に世界を守ってくれにゃ。ということで、放浪に報告しましょうになってる。エルジュか、ちょっと気がつかなかったな。でもエルジュってどっかのタイミングで、大人の姿なんか見たことあるような気がするけど、それも気のせいかな。まあ、いずれにしろ戻っておきたいと思います。では戻ってきて早速会話しましょうか。謎の女も気になるね。あまり関係性はなさそうだと思うけど。ここに来てたくさんなんか新キャラ出すなと思ったけど、まあ一人に関しては過去にいたキャラクターなんで何とも言えないけど、女性の方はどうなのか。うん、重さの種結構微妙というか、なんというか、食べ過ぎて重くなったってことか。これはうん、トンブレロには秘宝は見つからなかったと石田を聞いている。これで一服かな、今回は。多分だけど、3回に分かれてイベントが進むそうなんだけど、これに関しては、うん、終わった扱いになっているので、では今回これで終えたいと思います。続きは再生リストからご覧いただけたら幸いです。ではでは。